どうも、ソルトです。今回は LV300 の怪異克服者ガルマガラを安定して10分以内に枯れる装備の紹介になります。私は克服者ガルマガラが苦手すぎて日夜挑戦と敗北の日々を過ごしていました。ようやくこのゴアムの畜生をかなり楽に使用できるようになったので紹介していこうと思います。まず怪異克服者ガルマガラの紹介です。シャガルマガラは炎と流属性に属性を持っており、頭部と脚着に特に属性値が通りやすくなってます。攻撃の範囲が広く、他のモンスターと比べてもかなり隙のない行動をとってきます。また技の追加効果で交流症を与えてくるため、他に隙を作って攻撃を当てるかが攻略の鍵となります。次は武器の紹介です。今回使用する武器は飛天の銃、独占無声、微視点壊しのレトボーガンになります。特徴として火炎弾、無双点数が多く、直射に加えスロットがめちゃくちゃ優秀です。次に入れ替え技です。今回の編成では早替えの書赤を使用します。技は上からステック回避、属性強化リロード、射撃、反撃誘弾です。次は防具の紹介です。防具は頭からネフィリム、美爆射、ラスボス、ネフィリム、ラスボスとなっています。スキルはこんな感じです。装備の怪異錬成です。武器の怪異錬成では攻撃に全振り、練習中に気づいたのですが武器に強化パーツつけてませんでした。強化パーツはドームバレルを使用してください。頭にスロイチ、合成、青曲げです。胴に直射強化、スロイチ、合格の恩恵マイナス。胴は合格の恩恵と技物が必要ないのでスキル特化でいいスキルを使いやすいです。腕に妨害、シュラ、腰に繊維、スロイチ、色のスキルで代替が効きます。物資使用高速化は必要ありません。足に恐竜章、食、今回は誰でも踏める点を重視しているためかなり連成難易度が低くなっていますが、頭と腰はもっと良い連成がたくさんあるので、私よりはランプ上の装備構成が踏めると思います。戸籍は攻撃3、闇打ち1と3、3、1で、闇打ちは必要ないので好きなスキルをつけても大丈夫です。装飾品はこんな感じです。反抗にでつけてます。他のおすすめスキル候補は人民磨き、弱点特攻、属性です。お団子ですが飛び蓄子を使用せずに、お団子防護術、お団子ど根性、立場力、お団子短期再現術がおすすめです。お団子防護術は一度に大きなダメージを受けた際、次の攻撃のダメージを減らせるという効果で、一発の火力が高いバルファルクやシャガルマガラとの相性がいいです。ど根性は自己保険、ちょうどいいです。どれも団子剣を使用することで発動率が 100% になりおすすめです。それでは実戦に移ります。戦場は牧戦強化、塔の秘境がおすすめです。ユリカメ&お肉物は区物支部も&費用ぎかわず、今回お供に麻痺武器を持たせています。有属性でよかったかも。英雄は日の屋根様と地教官で2人とも笛を使っていただいてます。アイテムはこんな感じです。地球品を取り忘れることがよくあるので、取り玉は持参してます。顔面狙いつつ当てれそうなら前置き薬使ってます。まあゲームがガバガバなので最強なのだ。とりあえず閃光玉を当てると隙を作れるので切りやすいです。
450点も入ってます。キャラパンチは斜め後ろに回避すると反撃しやすいです。私は斜め後ろに回避しようとして真後ろに回避してしまい、ダンのパターンが多いので、無理に反撃しない場合は真横に回避がおすすめです。総理の時間です。
回避すると被弾しにくいと思います。被弾してますが10分切れました。やはり立ち回りがまだまだおぼつかないので、もう少し安定したらタイムもかなり伸びると思います。もう少し本格的な編成もまた上げようと思っていますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。